一郎がお送りするダブルラジオ、ナビゲーターの一郎です。番組名にもなっているインド楽器のダブル奏者である僕一郎が、ダブルのことやらインドのこと、はたまた全く関係のないことなど喋ったり喋らなかったりする番組です。ふざけるな。怒られちゃいますね。はい、始まりましたダブラジオ。ナマステケイチロダブラジオ。皆さんどうですか？最近僕はね、なんか友達に誘われて、レイテンっていうバンドをやっている友達に誘われてね、まあそのサポートでタブラで入ったんですよ。今年最後ので最初のライブみたいな。なかなかそういう場に出ない僕がね、なんかせっかく誘われたからやってみようと思ってね、なんかよかったですね。いいですね、やっぱなんかあんまそういうの苦手と言いましても、こう演者側に立つ楽しさみたいなの感じますね。まあその時にね、なんか喋っててなんか古事記、日本書紀古事記とかの話をね、すごいなんか話、なんか真実はみたいな、その裏に隠された真実みたいな話をね、すごい聞いて、その時なんか、おもろみたいな感じで、最近そういう YouTube トゥーランドブログっていうやつですけど、もうそればっか見てますね。なんか影響されて友達に、まあなんかうん、面白いですね、ああいうの。本当になんか真実かわかんないけど、まあ、真実っぽい感じでね、なんかあの歴史の表に出ている側ではない、なんかその作者の思惑というか、なんか本当いろいろつながるんですよね、いろんなものが。あんま言うとこいつオカルト野郎だなみたいなこと言われるとあれなんですけど、まあ本当楽しむぐらいでね、なんかああそういう可能性もあんなみたいな。まあ僕はそのぐらいですけど、まあ日本人のそのなんて言うんだろう、バイブルですよね。なんかインドでもマハーバーラタとかラーマヤナとかありますが、まあそういうの日本版みたいな、嘘かまことかみたいな、わかんないですけど、まあでもそういう嘘みたいな話の裏側には、まあなんかやっぱ本当の話みたいなのが隠れてんのかなと思いますね。まあこれ難しくてね、まあ、名前がもうなんか何々の御事とか何々の何々の
なんちゃらみたいな名前覚えるのが大変まず。ちょっと何回も見直さんと理解できないんですけどね。最近はそれにハマってます私。田村ラジオ。いやでも2023年も終わりますね。本当皆様どうでしたか今年は。まあ今日はその僕の1年の話でも振り返って話そうかなって。ケチューさんからお便り来てないんでね、今年の僕は本当大変でした。2023年、もがき苦しんだ年でしたね。本当になんかこの浮世からも一刻も早く一抜けピしたいみたいなね、そんな気持ちでいましたね途中までは。まあ今年も6月までね僕インド行ったんですよ。1年いてインドに、あれ半分ずつじゃねえのみたいな。まあその去年の6月から今年の6月まで行ったんですけど、まあその話去年まで遡って話すと、コロナで2年ぐらい行けんかったんかな、インドに。でやっとコロナ落ち着いてきて、でよっしゃインド行けるってなって、ちょうどその頃ぐらいになんかインド政府が5年ビザを発給しだしたんですよ、ツーリスト。おおみたいな、夢の5年ビザみたいなね。それで僕も取って、で去年の6月から5年インド行くつもりでいたんですよね。2027年まで、そういうつもりで動いてて、でインドのビザって、まあ、5年ビザあっても180日以上は滞在できなくて、で180日経ったらインド国外に出ない、一度出なきゃいけないみたいなルールがあって、でももう一度一回出てまた帰ってきたらまた180日おれるみたいな感じで、それで5年いようと思ったんですよ。180日おって、まあ隣の国ネパールとか近いから行って、でまたすぐ帰ってきてまた180日いて、でまた180日経ったネパール行って、でその繰り返し、それをやろうと思ってたのに、今年の2月ぐらいかな確かに、なんか1年のうちでこの1月から12月の間に180日しかおれんくって、でもしその180日を超えた場合、超えたというか滞在した場合、もうその年はインドに入れないみたいなルールがいきなり出てきてなんか友達からなんかこういう風な噂来たんだけどみたいな、で調べてみた、本当にそうで、要はもう一回インド出て帰ってくるっていうのができなくなったんですよね。んで俺5年おれんやんみたいな。んで今年の6月に帰ってきたんですよ。1年、まあ1年折れたんですけどね。そう、いきなりインドってすごいビザのルールがコロコロ変わるっていう有名で、しかも何のお告げもなくみたいな。いや
本当知らずに知らなかったらやばいよみたいな話ですけどね、これ。そうそう。まあ僕の中で5年インドいる予定だったんで、まあ、この5年はタブラだけやっていく5年にしようかなって思ってたんですよ。まあこれがいわゆる1825日連休ってやつですね。僕はみんなに今1825日連休中だってよく言ってたんですけどね。そうそう、なんか働くとね、やっぱなかなか練習ができなくなるみたいなね、なんか集中してたいみたいな、その時は思ってたんですけどね。でまあいざそればっかやるとね、なんか結構大変でね、精神に来るみたいな。なんか暇すぎるのもいかんのだなみたいな思った、なんかやることみたいな、なんかまあなんかお金には困ってないけど、なんか社会とつながるみたいなのってなんか心が平穏で折れるんだなって気づきましたね。なんか暇も大変なんだみたいな、なんかいろいろ考えてね、僕これどうしこのまま行くんかなみたいな、なんか将来どうすんだろうなみたいな、この前友達に誘われてライブ行ったって言ったんですけど、ライブやったって言ったんですけど、基本そういうの僕今まで全くやってこなくてね、まあインドのグルジー師匠のところで、まあ毎週サンデーコンサートみたいなやつがあってね、それをやらせてもらって、まあそれで満足してたみたいな。で、日本ではまあ、今までお金を仕事してお金稼ぐか、まあ練習しつつみたいな、もともとなんか普通に仕事、こういう音楽ミュージシャンとかやってなくて普通に仕事してたから、なんかそういうのでお金稼いだ方が僕的には楽だなみたいな、そう、そんな感じでなんか音楽で食っていくっていうか、音楽でお金を稼ぐみたいな頭がなくて、んでまあそんな感じでやってたわけですよ。ん、何喋っとったっけな。何喋ってました今。こういうのあるんだけどね、こう機械相手に喋ると何だったよって言ってくれないから困っちゃうね。何喋っとったっけな、うん、まいっか。タブララジオ。そうそう、友達に誘われてやったんですけど、この前基本的になんかそういうの本当やってこなくて、あんまりインドのそのさんと師匠のところ、グルジーのところでね、やるのアウトプットするぐらいで、まあなんかやっぱアウトプットするって大切なんだな、みたいな。まあなんか、理解してはいるけど、まあなかなか、やろうと思うとできない。なんかめんどくさがるっていうか。そういうやつですね。そういう類のやつで。そうそう。なんか、やっぱそういうのでモチベーションとか上がったり、なんか、やっぱ練習では得られない
ものとか、なんか練習以上に得られるものとかあると思うんだけど、そういうのってことね。だからなんか僕何のためにやってんだろうみたいな、なんか普通に働いてた方が多分合ってんですよ僕は。なんかこういうこういうなんか表に出るタイプじゃないみたいな思ってんですよ、そうやって。だけどまあこう始めてしまったもんだってね、なんか本当もう多分やめようかな、音楽もやめようかなまで思いましたね、マジで。落ちに落ちた時に、なんかもうインドもちょっと行くの嫌だなみたいな、なんか普通に働いて、まあなんかものづくりとか好きなんでね、車とか好きなんで普通に働いて、まあね、月20万ぐらいもらえるのか分かんないけど、まあ月20万もらってね、なんかそういうので自分の乗りたい車、ワーゲンバスのタイプ2買って、でなんかね、なんか自分の作りたいものとか作って趣味に生きてくみたいな、なんかそんな人生の方がいいんじゃね、ケイチロにやってんじゃない、そういうのみたいなね、いろいろ思ってね、ほんとし、まあ37ですしね、今昭和60年生まれて、なんかこのままパートナーも いないし子供もいないし、どうするんだケイチロみたいな、なんかいろいろ考えましたね。でまあチャランポランタのね、ももちゃんが言ってたようにね、下がりきったらいつか上がるみたいなね、ほんと下がりきってちょっと上がってきたんですよ、なんかもういろいろ考えてね。でまあ結果はまあ頑張ろうかなみたいな。せっかくやってきたしね。まあ、浮世の方から一抜けピするまではまあなんか、頑張ってみようかなみたいなね。で、そういうの考える中で、まあこう、アウトプットするみたいなことでこう YouTube を始めたんですよ。これが大きかったですね、本当に。YouTube 一人でできるじゃないですか、こう家でわざわざライブ会場とか行かんでも。で、まあライブだけじゃなくて、好きなものづくりとかも、こうやっていろいろ一人で発信できるし、なんかやってみて、ああ、結構僕に合ってるのかもなって思って、そこでなんか、アウトプットしなきゃみたいな、焦りじゃないけど、そこの欲求がこの YouTube で満たされたみたい。満たされ中みたいなね、今。そうそう。ほんと、YouTube やってみてよかったなって今は思いますね。まあまだ始めたばっかだけど、まあちょっととりあえず続けてやってみようかなって思いますね。結構音楽始めたのが27とかで、
いや、遅いですね、普通に。小春ちゃんなんて7歳からアコーディオンを始めてるのに。まあなんかほんと小さい頃からね、やってる人、まあ比べるなとか、その、早い遅いは関係ないって言うんですよ、みんな。まあ確かに関係ないけど関係ありますよね、正直。やっぱ音楽なんてやっぱほんと早くからやった方がいいわって思います。そう思ってる人いっぱいおると思うんで、いつ始めてもいいよみたいな。いや、それは分かっていますけど、でも結果早い方がいいんですよ。ね、まあそれに代わってものづくりは結構昔からやっててね、ほんと手先は器用だなっていうのは昔から思ってて、自分おじいちゃんも、僕のおじいちゃんも結構いろんな絵とか描いたり、なんか船作ったりとかしてんですけど、あ、そういうおじいちゃんの才能が僕に来てんだなって昔から思ってて、で今もこうこの YouTube のグラフィックとか自分で書いたりしてんですけど、絵描くの面白いみたいなね、なんかまあタブラだけじゃなく、その僕のやれることを見せれる場、まあコンサートだ、ライブとかだけだったらね、そういうのは見せれ、あんま見せれないけど、それは一つの場所で全部見せれるっていう YouTube いいなってね。まあそれもありつつ、まあ YouTube 始めた頃になんか、その手が器用なおかげで友達かなんかものづくりの仕事とか頼まれるたりするようになって、んでそういうのもなんか社会とつながるみたいなね、なんかそういうのがいろいろ本当こう下がりきったところにポンポンポンってきて、今やっとなんか落ち着いたっていうか、心がほんと感謝ですよ。不思議、本当思うけど、まあ、何も変わってないね、その落ちてた時と今って、気持ちのがなんか変えれただけであって、何だったんだあの器みたいな。まあそんなもんですよね、移って。そうそう、で今なんとかこう2024年に持ち越さずに、この2023年中にこの気持ちの整理がつけてね、ほんと良かったですね。あがきだね、圭一郎の23年はどうでしたか。もがき苦しむ年でした。苦しんだ後にはね、何かいいことがあると信じてね、本当に。まあでもなんかすごい自分と向き合って、すごい苦しかったけど、まあ良かったですね、結果。まあ持ちこたえたからこうやって言えるけど、まあまあ見たくないじゃないですか、そんな苦しい、見ないふりしたいみたいな。結構面と向かいましたからね、その気持ちと。何なんだこれは、何だこの黒いモヤモヤは、お前は誰だみたいなね。
なんか分かったっていうのは特にはないですけど、なんかその向き合ったっていう事実は良かったし、まあもし これをしかとしても多分いつかやってくる、どんどん大きい形となってやってくるであろうから、ここでちゃんと向き合えてよかったなって思って、要は楽しく生きてたいなみたいな、自分の好きなことを、まあ一人なんでね僕、これでなんか結婚してて子供とかいたらまたね、そういう責任とか生まれてくるけど、まあ最悪僕一人なんでね、まあなんとかなるなと思って、一人でいるうちは、そんな2023年でした僕は。皆さんどうでしたか？なんかこうコロナが来てね、コロナ終わって、まあみんなこうね、なんか気持ちの変化みたいな、すごい落ちたりしてる人もおるらしいらしいみたいな直接じゃないけど、おるらしいらしい なんかそういう時だったのかなみたいなね。まだちょっとオカルトの話になっちゃうんだけど、まあ、なんか今何かが変わる時らしいですそう、友達すごいビッグチェンジがあるんじゃないかみたいなね。まあこう楽しい半分でね、まあこんなどうしようどうしようどうしようみたいな感じじゃないですか。そういうこともあるかもねみたいな、話で聞いてますけど、でもなんか確かになんか世の中見てるとなんかありそうな雰囲気はあんなみたいなのは、まあ思いますよね。まあ僕がね楽しくとりあえずやっていければね、皆様も楽しくね、ここで楽しくやっていければね、まあ平和でいたいですよね。そんな感じでしたね、全然そうね。まあ30分ぐらい喋ったんで、いや本当ありがとうございましたね、本当。いろんな人に感謝感謝です。まあ2023年下り切ったでね、2024年は、まあなんか、いいことが起きたら、いいなとは思わないですけど、別に。変わらぬ平穏でいたいなっていうのは。まあ、実際なんかこう YouTube 始めたしね、なんか。こんな身近なツールだけど、意外とやってる人ってそんな、いないじゃないですか。まあ僕の周りにそんないなくて。けどみんな、子供たちもみんな必死になって YouTube 見てるのに。まあなんか、大きな変化ですよね、このやり始めたっていうのは。まあ無理せず、かといってやめずみたいなね、続けていきたいな、続けていくことが大切らしいこの世の中なんかよう分からんけど、続けることって大切らしいでね、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、それではまあ締めに入りたいと思いますが、今年もありがとうございました。あとね数日ですが、いい感じに終えてね、
来年を迎えましょう、まあ、そんな感じでナマステ慶一郎がお送りするダブララジオでした。それではさようなら。